はい、そうですね。僕は何をどんな活動していきたいっていうのは、でもね、一応僕会社やっていて、一生懸命事業の方に行きたいと思ってやってるんですけど、文化人ビジネスっていうやり方があって、もうテレビに出てそれで公演で稼ぐっていう、今うちの会社それで回ってるんですがでもやっぱり本当は僕は事業に行って、できればスポーツとか、これ身体、人間らしさって何かってとこに、テクノロジーが発展していくと僕行くんじゃないかと思ってて、そこにはやっぱり身体っていうのがなんか最後のあたりですごい大きなキーワードになるんじゃないかと思ってるんです。でちょっと僕の何の知識もないんで単純なアイデアなんですけど、例えばですね、同僚さんが今出した心拍数が取れるなんか布みたいなのがありますよね。であれを2020年に超軽量化して普通のユニフォームと一緒ですねってところまで行くと、じゃあ例えば 100m の決勝に、行くわけですね、観客が。で入場した時に入り口で8枚 T シャツがあって、みんな買っていくわけですね、 T シャツを。で競技場に入ったらそれが 100m のファイナリストの心拍数とリンクしてるんですよね。で最初は60ぐらいの心拍数で動いてると、でも競技場に入ってきたら100ぐらいになってるわけですね、選手が緊張 でスタートの直前にバク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 って言ってるのを、じゃあ感じながら 100m 観戦したらやっぱり全然違うと。アーチェリーの選手静かにやってるけど実は心拍数が140いってるとか、まあ、例えばそれを応用して、合コンでお互いの T シャツをこう交換するとでね、で女子側が着てる T シャツはすごいバクバクいってるの、男子側は全然反応してない、向こうときめいてないなとか、3番ときめいてないなとか、まあ分かんないですけど、なんかこう身体をお互いシェアし合うことによって、なんかこう高まるものとかね、なんか人間らしさをシェアするみたいなあるんじゃないかと思ってて、僕はこのテクノロジーの方は分かんないんですけど、現実社会で起きたらちょっとワクワクするよねみたいなことは、スポーツの世界とかなんかいっぱい身体の中に詰まってるんじゃないかと思うので、そういう世界がもし大きくなってくれたらいいなと思います。で僕は今日ここに来てお話しさせてもらったのは、なんかスポーツでやってみたいなと思う人がいたら、一緒に、僕はアスリートの方だけはいっぱい知ってるんで、一緒にやれたらいいなというふうに思って話してここに来させてもらったので、なんかアイデアがここで生まれて一緒にやってみたいと思う人が増えたらいいなと思います。